今回はこちらの、ファロニのレディース用のバッグを紹介したいと思います。こちらですね、ファロニではおなじみの、イントレチャート、ラムレザーのですね、イントレチャートですね、そういった作りになっています。色はですね、グレーなので、まあ、黒とか茶色と同じようにかなりオーソドックスなカラーリングで、もうずっと長い間使えると思います。コーディネートとしてはですね、本当何でも合いますので、まあ、例えば今日の僕みたいにですね、黒い、全身黒のコーディネートでももちろん合いますし、逆にですね、春夏になって明るい色をパステルカラーとかですね、着るときにもですね、かなり、コーディネートに合う色ですので、非常に便利なバッグになっています。手持ちするとサイズ感はこんな感じになっています。バッグの内側はですね、こういった感じになっています。で、裏地はですね、貼ってないんですけれども、これはですね、裏側にもですね、こっちの表側と同じラムレザーの側を貼り付けて、両方表面っていう状態のレザーのテープですね、これで編み込んでいるので、ダブルフェイスの仕様なんですけれども、非常に高級感もある、そういったバッグの作りになっています。あとはですね、こちらが、バッグインバッグ用の専用のポーチですね。こちらに物を入れて使っていただくことができます。あとはですね、サイドにこちらですね、ブランドロゴも入ってますので、まあ、ミュージシャン見たら、ファロニだと、かっこいいなって思ってもらえる、そんなバッグになっています。イントレチャートという編み込みのですね